はい、皆さんこんにちは。皆さんおなじみのウイルスが流行ってるせいで、どこも行けません、ね、自粛でね、どこも行けません。ネタがありません、ね、どこも行けませんので、ネタがありません。トラック飯のリズが多くなります。すいません、ね、トラック飯が多いですね最近。トラック飯の率が多くなります。申し訳ない。今日はね、マルシンハンバーグ行きたいと思います。バター1つ。ハンバーグ2ついきます。ハンバーグ、よいしょ。イオンで買ったこれが役に立つ。マルシンハンバーグ、おー、いい匂い。マルシンハンバーグと一緒にサラダも食べます。野菜もしっかり摂ります。野菜もしっかりといただきます。栄養バランス取らんとあかんなってね、やっぱり年々思いますよね、
はい、ということでね、ハンバーグ焼き上がりました。美味しそうにね、焼き上がりました。はい、よし、いただこう。いただこうね。こんな感じですね。ちょっとね、ソースケチャップとかね、ソースとかね、ちょっと買うの忘れてね。なんかいつも一品足らへんな、忘れてまうねんな。はい、ということでマルシンハンバーグをいただきます。マルシンハンバーグというとね、子供の頃からもう私は大好物でね、よくテレビの CM も流れておってね、非常に、美味しいハンバーグです。おにぎりと一緒にいただきます。うまいです。最高です。マルシン、マルシン、ハンバーグ、ブー。マルシンハンバーグ宣伝しとったでしょ、うん、マルシン、マルシン、ハンバーグ、ブおいしくいただきました、今日もね、うん、感謝。これがいいのかどうかわからないよ、うん、これがいいのかどうかは、うん、これで、これですでに綺麗やからね。クッキングペーパーで油とかね、きれいに取れるからね。まあ気になる人はウェットティッシュとかね、使って。それでええと思いますよ。知らんけど。知らんけどね。これで変化ちょっとわからない。今のところ害はないですわ。まあ、週末とか帰るときに、綺麗に洗っとったら問題ないんじゃないですか、うんうん、はい、ということで美味しくいただきました。ちょっとね、これ食べたいとこですけど、ジャイアントカプリコ、これ帰りに取っときますわ。これ帰りのお楽しみに取っときます。さあ積み込み行きましょう。積んでね、カロリー消費しよう、うん、食うたばっかりじゃね、やっぱあれやからね、カロリーも消費しなきゃね、うん、さあ仕事やりましょうか、うん、ということで今日はマルシンハンバーグをおかずにご飯いただきました、はい、美味しゅうございました。